毎年恒例の中国で最も醜い建築物トップ10の候補が発表されました。橋や門、ホテル、そして教会などが候補として挙げられています。いくつか見てみましょう。暫定トップは中国で最も古く、最も権威のある高等教育機関の一つ、石膏大学にある門です。この門の幅は88メートルで、バスケットボール上6面分に相当します。 同ランキングの判定基準の一つは極端に不合理な構造機能であることです。また周囲の環境や自然条件と、著しく不調和である状態の建物も対象となります。あるネットユーザーは、入り口には車や人が通る通路がないが、この門は何のためにあるのか、と投稿しています。第2位は中国南西部四川省にある吊り橋です。この橋の主塔は、 伝統的な民族衣装を着用した二組の男女の姿になっていて、ネットユーザーからは不気味だとの意見も多く投稿されています。また、塔の足元にいる人々を、象の足元にいるアリのようだとの投稿もあります。第3位は、関東省にあるバイオリン型の教会で、古い建物が密集しているエリアに建設されています。教会の構造から、 この教会はバイオリンと関係があるのかという声が聞かれます。第4位はロシアのマトリューシカ人形を模したホテルです。この建物は内モンゴルのリゾート地に建設されました。ガラスのカーテンオール、欧風の建築基礎、透明な内部構造、街道風の展望台などで組み合わされたホテルです。候補として挙げられたものの、同ホテルに対するコメントはほとんどがポジティブなものです。 あるネットユーザーは、観光用の建物としては悪くないと思う。形も内装もかなり特徴的だと投稿しています。また、気に入った、観光名所として見にくくはないと投稿するユーザーもいます。次の候補は中国中部、陝陝省西安市にある子供向けの美術館です。この建物はトライポホビアを引き起こすと指摘されています。オンライン投票は12月まで行われており、 結果は年内までに発表される予定です。NTD ジャパンがお伝えしました。